綺麗でさ、細くてさ、いい人ってさ、はい、役満だよね、ライジンガールってな感じで、まあライジンについて今回思ったのは、いいなって思った。何がいいなって、去年の今頃はさ、格闘技ってこんな素晴らしいんだみたいな感じで思ったんだけど、うんうん、今はそのマインドがちょっと影響されて、何かに向かって努力するとか、はいはいはい、とりあえず今回の来場を見て、うん、自分もたくさん人を集めて、で自分も何かに向かって努力して、胸張れる何かがあって、みんなをワクワクさせれるような、うん、熱狂させれるような、そんな何かを作りたいっていう風に思ったね。おう、っていうマインド、気持ちにさせてくれるなるほどね、うん、確かに頑張ることってかっこいいんだなっていうね、そうだね、感じがね、伝わりましてね、うん、なんか今日の朝まですごいさ、暗い気持ちだったのよ。あ、そうなんだ、うん、だけど見終わった後やっぱすごい、こんなワクワクさせてくれるんだっていう風に、なんか、だったら自分もそうなりたいとか、なんか思うよね。とかね、そんな感じでいろいろ思いました。はい。